そか。無様だな。せめてもの情けだ。そろそろ終わらせてやる。さてと、そろそろ時間のようだな。今のうちにゴスペルの制御式を調整しておくか。待ちやがれ。まだだ。あれは、アガットさん、ピーター。この後に及んで砕けた撤回にすがるとは。いいだろう、至らぬ身のまま果てるがいい。なんで、こんなところにいやがる。アガットさんが心配で、それでお姉ちゃんと一緒に。ティーター。とどめろ。そんなものが通用するか。いいから、ちょっとと逃げろ。ラッセル博士の孫娘、ティータ・ラッセルか。天才少女と聞いていたが、いささか無鉄砲が過ぎるな。女子供を手にかけるのは趣味ではないが、必要とあらば切る。おとなしくそこをどくがいい。貴様！どきません！私、アガットさんに助けてもらってばかりだから、こういう時くらいしかお返しすることができないから。違う。ギラボーで不機嫌な顔ばかりして、いつも私のことチビスケって子供扱いするけど、本当はとっても優しくて大好きで大切な人だから。だから私絶対にどきません。ふん、けなげなことだ。その半端者にそこまで慕う価値があるとも思えないが、邪魔も入ったようだし、今回はこれで引いてやろう。手法と右舷副砲、竜に照準を固定せよ。着陸と同時に総員速やかに展開。イエスサー。ようやくのお出ましか。これで最後の実験を始めることができそうだ。待ちやがれ。忘れるな、アガットクロスナ。欺瞞を抱えている限り
お前は何者にもなれない。大切なものを守ることもだ。待ちなさいよ。黙って聞いてたら勝手なことをペラペラと。絶対に逃がさないんだから。エステル・ブライト、お前はお前で心しておけ。今回の実験が終われば、計画は次の段階に移行する。気を引き締めなければ、必ずや後悔することになるぞ。言っておらん。だが警備艇の動力砲ですら傷つけることが困難な魔獣だ。お主らに一体何ができる？それは将軍、たとえ姫様といえどこればかりは譲れませんぞ。勇気と蛮勇は異なるもの。姫様もボースやラベンヌ村の被害をご覧になったでしょう。これはもはや戦争といっても過言ではありますまい。ええ、そうですね。餅は餅屋とも言う。戦争ならば我々プロに任せておくがいい。お前たちはそうだな、ミクラウンヘビの拠点捜索に集中してもらえると助かる。叫んな。アガット、アガットさん、手当てしたばかりだから無理しちゃダメですよ。お主は中堅のアガットと言ったか。威勢のいい若手遊撃士だとカシウスから聞いたことがある。おっさんのことはどうでもいいな。あ、将軍閣下よ、餅は餅や、戦争はプロに任せろだと。そりゃ本気で言ってんのか。無論本気だが、人を守るだけの遊撃士と違って、我々は国を守らねばならん。この場合国とは民と国土の双方を指している。それができるのは軍だけだ。民と国土を守るか、笑わせるんじゃねえ。いつもいつもてめえらは間に合わねえ。でかい図体を素早く動かせず、足並みを揃えることばかり考えて、命令なしじゃ何もできず、守れるはずのものを守れねえ。今回も集
10年前の戦争でもな。もしやお主、あの時の誰がてめえらだけに任せておけるかってんだ。今度は、今度こそは、俺はこの手でミシャを守らなくちゃ。アガットさん、ちょっと。傷口が開いたということはなさそうだ。気力と体力が尽きて気絶しただけのようだ。アガットさん、まったくもう人騒がせなんだから。とりあえずきちんとしたベッドに寝かせた方がよかろう。こやつの家もあることだし、ラベンヌ村まで送るとするか。お願いします。で、どうしてラベンヌ村にアガットの家があるって知ってるの？こやつに一度だけ会っていたのを思い出してな。あの時の少年が随分大きくなったものだ。あの時？百日戦役が終わった直後、こやつの妹と村人たちの墓碑が建てられた時のことだ。なるほど、そんなことがあったのか。エステル殿、将軍閣下、いろいろと面倒をかけたの。ううん、結局竜の暴走を食い止められなかったし、あんまりお役に立てなくて申し訳ないんだけど。まあそう気落ちするな。結果はどうあれ、お主らが早めに動いてくれたのは助かった。マーケットでの人命救助といい、果樹園の消火活動といいな。将軍さんに褒められるとなんだかこそばゆいわね。それはともかく、アガットのことなんだけど、妹のミーシャさんって本当に10年前の戦争で？帝国軍と王国軍の戦闘が村の近郊であってな。その時帝国軍の焼夷弾がいくつか村に届いたのじゃ。その結果民家が焼かれ、犠牲者を出すこととなった。ミーシャもその一人じゃ。それはある意味我々王国軍の失態でもあった。村を守るための防衛線が帝国軍の苛烈な攻撃を招き、結果的に甚大な被害をもたらしたのだからな。そしてその防衛線の構築はわしの指示によるものだった。全てはわしの責任と言えるのだ。将軍閣下、あまりご自分を責めなさるな。あの時王国軍はあくまで使命を果たしただけじゃった。結局いくつかの偶然が重なって起きた悲劇でしかないんじゃよ。いや、どうかかばってくれるな。肉親を亡くした者にそのような理屈は通用しない。
あの赤毛の若者のようにな。それは村の犠牲者の葬儀が行われた時、わしは軍の代表として出席したが、その時会った赤毛の少年の目を今でもはっきりと覚えておる。底知れぬ悲しみを怒りでねじ伏せるような、そんな痛々しい眼差しをな。そんな目をさせたのはやはりわしなのだろう。いや、そうではないのじゃ。アガットが本当に攻めていたのは帝国軍でもましてや閣下でもない、他ならぬ自分自身だったのじゃ。どういうこと？詳しいことは話せるが、アガットはミーシャの死を自分の責任のように感じていた。決してそんなことはないんじゃが、そう思い込んでしまったんじゃな。そして激しく自分を責めた挙句、村から飛び出してしまった。どうすればミーシャに償えるか、その答えを探すために、おそらくルーアンで荒れた日々を過ごしていたのも、その答えが見つからなかったからじゃろう。その後良い導きがあって遊撃士の道を志したようじゃが、どうやら未だあやつは答えを見つけておらぬらしい。10年前と同じように深い悲しみと自分への怒りにとらわれてしまっておるようじゃ。やりきれぬ話だ。ねえ将軍さん、やっぱり私たちも竜対策に協力させてくれない？何？私たちには軍にない強みが確実にある。フットワークの軽さとか、市民との距離の近さとか、軍人さんが普段入らないような奥地にも出かけたりするしね。きっとお役に立ってみせるから。だがアガットが遊撃士になったのは、そうしたところに可能性を感じたからじゃないかと思うの。どうしたら妹さんに償えるか、その答えを見つける可能性を。その意味ではアガットが父さんに誘われて遊撃士になったのはすごく納得できるような気がする。父さんもお母さんを亡くしたことがきっかけで遊撃士になったから。遊撃士の可能性をもう一度確かめるためにも、何よりも目の前で困っている人たちの力になるためにも、私は今の自分にできる精一杯のことはしておきたい。だからどうか協力させてください。エステルさん。さすがだね。10年前ボース地方にも遊撃士がいれば、あるいは、え、いや、なんでもない。多忙なカシウスに代わって今回の竜対策の指揮はわしが行うことになった。そろそろハーケン門に戻って軍議を始めなくてはならん。お主の提案はその時に検討させてもらおう。それじゃあ早とちりするでない。あくまで検討するだけだ。今夜中に軍議の結果をボース支部に連絡しよう。約束できるのはそのくらいだ。うん、わかりました。連絡お待ちしているよ。それではわしはこれで失礼させてもらおう。村長殿、お邪魔したな。いやいや、また来てくだされよ。
たちもそろそろボースに戻らなきゃ。アガットはまだ動かさない方が良さそうね。あの傷だと2、3日は安静にした方がいいと思います。今夜はゆっくりと寝かせてあげましょう。うん、そうね。じゃあ様子を見るついでにティータと話をしておきましょう。村長さん、大変な時に申し訳ないけど、アガットのことお願いします。あやつは元からわしらの身内じゃからな。それに大変とは言っても10年前に比べればマシじゃ。死者が出なかっただけでも女神に感謝しなくてはの。ご苦労様。どう？アガットの調子は。うん、
く眠っているみたい。でも顔色は良くなってきたし、ゆっくり寝たら大丈夫だと思うよ。そっか。それにしてもここがアガットの家なんだ。うん、小さくても暖かい、居心地の良さを感じさせるね。ここで妹さんと二人で暮らしてらっしゃったんですね。あれ、この写真って、これってアガットが子供だった時の写真よね。それじゃあこの女の子が。うん、ミーシャさんじゃないかな。うん、なんとも愛らしい子だね。さぞかしアガット君と仲が良かったに違いない。そうだと思います。アガットさんもミーシャさんもとってもいい顔してるから。うん、ほんとそうね。歳はアガットが14くらいで、ミーシャちゃんが12くらいかな。アガットってばいかにもわんぱく小僧って顔してるし、ちょっと面白いかも。それにしてもどうしてアガット妹さんのことを黙ってたのかな。まるで生きてるかのように話してた気がするんだけど。うん、考えてみたらアガットさん、ミーシャさんが生きているなんて一言も言ってなかった気がするの。たまに顔を見せに帰るってお墓参りのことだったと思うし。言われてみれば、でも私たちが勘違いしているってことはアガットも分かってたはずよね。どうして訂正しなかったのかな。それは分からないけど、でもアガットさん、仕事が一段落したら紹介するって言ってくれてたから、その時にちゃんと本当のことを教えてくれるつもりだったと思うの。そっか、そうだよね。まあどういうつもりだったかは改めて聞いてみるとして、あのね、ティータ、私たちそろそろボースに戻らないといけないんだけど。皆まで言いなさんな。アガットの看病するためにここに残りたいって言うんでしょ。え？お姉さんを甘く見るんじゃないわよ。妹分の考えてることなんか全部お見通しなんだから。あうこちらのことは僕たちに任せておきたまえ。ティータちゃんはアガットさんが早く回復できるよう心を込めて看病してあげてください。お姉ちゃん、皆さん、あの花ありがとうございます。もう別にお礼を言われることじゃないってば。アガットが目を覚ましたらさっきの話を伝えといてくれる？王国軍と協力して動くかもしれないってことだよね。うん、それとアガットがまた無理をしようとしたら体を張ってでも止めること。本調子にならない限り絶対ベッドから出しちゃダメよ。うん、頑張る。お姉ちゃんたちもくれぐれも気をつけてね。私はここでしっかりアガットさんを見てるから、お姉ちゃんたちも
願いだから気をつけてね。一応ティータに話は伝えておいたけど、まだやり残したことはないかな。さてと、日が暮れてきたことだし、そろそろボースに戻るとしようか。うん、そうね。夜には将軍から連絡が入るから、急いでギルドに戻らなくちゃ。いやはや、本当にご苦労じゃったの。しかし、アガットのやつにそんな過去があったとは。そうですわね。お話を聞いて、ようやく合点がいきましたわ。あの時、アガットさんがどんな気持ちでいたのかを。あの時、10年前、百日戦役が終わった直後に、アガットさんが私の家を訪ねてきたことがあったのです。え？先輩のお家にですか？ええ、当時市長であった父にすごい剣幕で食ってかかったのです。ボース市長は地方全体を統括する責任も兼ね備えている。なのにどうしてラベンヌ村を見捨てたのかと。あ、まだ子供だった私は父を責めるアガットさんを見てとても頭に来てしまって、それでつい飛び出していって平手打ちをしてしまったんです。あちゃー。ま、不幸な事件だったわけね。ええ、結局父はアガットさんの問いに答えることはできませんでした。代わりに復興のための援助金を村に送るつもりだと説明したんです。それを聞いたアガットさんは父に向かって拳を振り上げて、でも結局振り下ろせずにそのまま走り去ってしまいました。そんなことがあったんだ。だからアガットと市長さん、お互い妙な雰囲気だったわけね。お互いあの時のわだかまりがあるのでしょう。でもアガットさんの妹さんが戦争で亡くなっていたなんて、私あの方を誤解していたようですわ。まあそれについては言わなかった本人の責任もあるし、市長さんが気にする必要ないってば。そうですわね。アガットさんの怪我はどの程度のものなのですか？あ、うん、心配しないで。 2,3 日もすれば動けるようになると思うわ。不幸中の幸いと言うべきか。ええ、大事に至らなくてよかった。そういえば先輩、リダさんのご容態はいかがですか？それが怪我の手当ては済んだのだけれど、まだ目を覚ましてくれなくて。そうですか。うん、
なんとも痛ましいことだね。美しく可憐なお嬢さんはそれだけで世の宝だというのに。リラが起きたらそのように伝えておきますわ。それにしてもモルガン将軍の話は行幸でしたわね。軍とギルドが互いに協力できたらこれほど心強いことはありませんもの。まだ決定したわけじゃないから安請け合いはできないけれど、できる限りのことはさせてもらうつもりよ。こちら遊撃士協会ボース支部じゃが。おお、将軍閣か。お待ちしておりましたぞ。来た来た。さてどうなったかしらね。ほうほう。おお、そんなことになったとは。なるほど、明朝十時国際空港で。はい、わかった。しかと伝えておきましょう。どうだった？王国軍は明日飛行艦隊を使った竜の捕獲作戦を決行するらしい。お前さんたちもオブザーバーとして軍艦に乗ってもらいたいそうじゃ。飛行艦隊を使った捕獲作戦？やれやれ、随分豪勢な話だね。王国軍の最新鋭というわけか。オブザーバーということは実際には何もできないけれど、近くで竜の様子が観察できるのは正直ありがたいわね。ああ、軍の作戦が失敗したときは俺たちの出番というわけだ。気が抜けないことになりそうね。光明が見えてきましたね。先輩？どうしたの市長さん。いえ、何でもありませんわ。今のは立ちくらみだろ。相当疲れているようだね。いろいろと大変なのはわかるけど、無理しすぎるのは良くないわ。無理などしてませんわ。百日戦役の時、父はあらゆる手段を用いてボース市民を守り抜きました。時には帝国軍を騙すような危険な取引も行ったそうです。その時と比べたら大したことはしていませんから。市長さん、メイベル先輩、エステルさん、皆さん、どうかよろしくお願いします。ボース市民とラベンヌ村の方々の不安を取り除いてあげてください。